どうも、つやです。リーダーシップを発揮する場面がプロジェクトに参与するにあたって増えていくかと思います。そういう時に昔から読み継がれていた本にマキャベリの君主論が役に立ちます。最近では帝王学的なポジションでマキャベリが引用されることも多いんですが、本質的には人間は悪であるという観点から身も蓋もない人間の本性をもとにどうやって人を支配していくのかという内容になります。まあ、支配というと聞こえが悪いですが、状況をどのようにコントロールするかという感じで捉えてもいいかもしれません。そもそもマキャベリとは何者かというと、挫折した理想主義者と言ってもいいかもしれません。彼はその挫折の中でどんな手段や非道徳的な行為であっても結果として国家の利益を増進させるのであれば許されるという趣旨の本君主論を執筆します。彼はフィレンツェの外交官で、大体15世紀のイタリアを生きた人です。メディチ家がフィレンツェの支配をしていた際に、前政権の官僚だったマキャベリに活躍の場はありませんでした。しかし君主論をきっかけにマキャベリ理論の継承者が多くなり、メディチ家から顧問として採用されるようになるんですが、最終的にはメディチ家がフィレンツェから追放されると、マキャベリもまた政権から追放される羽目になりました。要するに著作家としては著名になったものの、本来の政治家としての希望は達せられることはなく、失意のまま死んでいく人生であったというわけです。君主論は独裁的なメディチ家が君臨する新政権下への就職活動を模索するようになった中で生まれたものです。要するに就職活動の中から生まれてきたものなんですね。君主たる者がいかにして権力を維持し治安を安定させるかという政治手法が書き記されているんですが、彼が生存している間は刊行されず、謁見の場でマキャベリがロレンツォ・デ・メディチに献上したものの写本がある付していました。マキャベリ自身は共和政治派からメディチ家に寄り添った裏切り者、ある者からは目的のために手段を選ばない狡猾者と非難されるんですが、一般的にはマキャベリの思想は冷酷非道な政治を肯定するものと考えられ、マキャベリズムという言葉を生み出すことになります。当時のイタリアは統一されておらず、チューザレ・ボルジアのような強力な君主によるイタリア統一が寛容と考えたため、君主としての方法論を具体的に記したわけですが、それがキリスト教支配の世論に対して狡猾であるとか、裏切りを好む悪徳の作者のように言われてしまったんです。挫折した理想主義者の疑惑と自己倒壊を文中から読み取れないのではダメだとも言われていますが、実践的な活動を通じて養われたマキャベリの政治思想のポイントを一言で言い表せば、現実主義といったところになりますでしょうかね。リーダーとしては何かを率いる際に理想はとても大事なんですが、理想だけではうまくいかないときに一族に値するものです。ただこれを実践するには相当な覚悟が必要かと思います。まず孤独になります。あと嫌われます。アットホームな世界を望むであればお勧めはしません。彼はまず君主の力量と運が重要と言います。その著述の中で、世襲君制の場合は国家を維持するには難しくない、先代の君主たちの統治のやり方を見習い、それに従えば十分だからだ。しかし新たに生まれた君主国家の場合はそうはいかない。新しい君主は従うべき慣例自体を持たないからだ。新しい君主が国家をうまく統治するためには、何よりも君主自身の力量が重要だ。しかし君主は運命もまた備えているはずなので、それによって統治は多少簡単になるはずだ。自分の心情を固執することなく、柔軟に運命を手繰り寄せ、力量によってそれを味方につけよう。そうすれば国家の統治はうまくいくだろう。新しい国家を新しい事業に置き換えてみれば幾分分かりやすいかもしれません。人が自己流のやり方に固執すれば、運と人の生き方が合致する場合においては成功するものの、不一致の場合においては不幸な結末を見るものです。私は用意周到であれば、よりむしろ果断に進む方がいいと考えています。なぜなら運命の神は女神であるから、彼女を征服しようとすれば打ちのめしたり突き飛ばしたりするようなことが必要です。運命は冷静な生き方をする者より、こんな人たちに従順になるようであると言っています。つまり運を切り開くには待っていてはダメで、自分から果敢にトライすることを重要性を示しています。次に挙げているのは、君主国家の土台は法律の武力についてです。これは統治するためのルールを徹底するための方法です。良い武力は自国軍、外国憲兵、傭兵軍では全然ダメです。経験的に見れば、自国軍も持つ共和国は栄えてきましたが、傭兵軍はむしろ自国に害を与えるだけで終わったと述べています。国家の土台は徳にはない、そうではなく良い武力と良い法律にあるのだと述べているんですが、これは西洋的な考えですよね。つまり契約によって人の行動を縛っていくわけです。東洋だと真逆で徳というものが重要視されます。
マキャベリはローマ帝国の軍隊を勇敢で軍紀が厳粛であり、ガリア軍は万有であったが軍紀は乱れていたと一定の評価を与えています。しかしその一方でイタリア各国の軍隊や勇敢さもなければ軍紀も与えられていない全くの役立たずだと痛烈にこき下ろしているわけです。強国となるためには正規軍を国家の土台としなければならない。君主は傭兵軍や外国の遠兵を頼るのではなく、自前で軍を用意しなければいけない。そうマキャベリは考えたんですが、会社に当てはめると新卒をしっかり育てて会社に素材するロイヤリティ高い集団を作りましょうということになりますかね。またその中で君主の理想像を現実世界のうちに無造作に持ち込むような君主は破滅せざるを得ない。自分の身を守るためであれば、また自国の存亡がかかっているんであれば、悪徳であっても行えるのでなければならないと言っています。状況に合わせて柔軟に態度を変更する能力を身につけなければいけない。自らの理想のために国全体を危機に陥れてはならないと言ってるんですね。創業社長とか経営者は自分の理想に固執してしまうところがままあります。そうなってはいけないと言ってるわけです。良い法律はそれを守るための裏付け。ここでいうところの武力の裏付けがないと誰も守りません。なので君主としてはまず武力をつけましょうというところです。また君主たるものを人に見られていることを意識すべきとも言っています。君主の振る舞いというやつですね。マキャベリは理想国家における倫理的な生活態度にこだわり、現実政治の実態を見落とすことが破滅をもたらすことを強く批判しており、万事にわたって善行を行いたがることの不利益を指摘しています。例えばケチと言われても気にするなと言っています。一般的に気前の良さを発揮することは害悪だと。一部の人々のために大きな出費がかさむため重税を課せざるを得なくなり、その他大勢の領民に恨まれるだけではなく、そのような出費を止めようとすると逆にケチだという悪評が立つことになる。それよりも多くの人々の財産を取り上げないことが重要である。つまりケチと言われることについて君主は全く問題視すべきではなく、ケチであることは支配者にとって強要される悪徳の一つであると主張するんです。原則的に君主は信じすぎず疑いすぎず、均衡した資料と人間性を持って統治を行わなければいけないとしています。しかし愛される君主と恐られる君主が比較するんであれば、愛されるよりも恐れられる方がはるかに安全であると言っています。また真偽ある人間と思わせていることが重要であって、実際に真偽を気にせず謀略によって大事業を成し遂げた君主の方が真偽ある君主よりも優勢である場合が見受けられると述べています。もしも真偽を守った場合損害が出るんであれば、真偽を守る必要は一切ない。重要なのは君主が立派な気質を備えているという事実ではなく、立派な気質を備えているという評価を持たせることであると述べています。決断力は非常に大事ということは分かりましたが、ただ革新的な何かがなければ動くこともためらってしまうかもしれません。そんな時非常に有効になっていくのが、これまでの先人の人たちが積み上げてきた歴史です。すでに過去のリーダーが答えを出した成功事例、失敗事例があるのですから、重要な参考にすべきというのがマキャベリの考えです。そこを俯瞰していくと、成功した人は決して綺麗事だけで世の中を渡ってきたわけではありません。かつて二宮尊徳は経済なき道徳は寝言であると言っていましたが、昨今のリーダーの言説にはこうした寝言が多いのは事実です。何が起こるかわからない乱世には実行力のあるリアリストが求められるわけで、今コロナや世界の流行からしてみると、グローバル化の裏側で格差が拡大し、他人の心配をする余裕を持ちにくくなった人々の本音は綺麗事よりも実利重視に傾いてきているのではないでしょうか。そういう中でマキャベリ的なリーダーシップが問われる時代になっているのではないでしょうか。実際にどのような人物であるかよりもどう見えるかが大事だと説いている君主論、皆さんもリーダーとしてどのように見られているか立ち止まって考えてみてはいかがでしょうか。